パジャマです。ルームウェアだけどパジャマです。そう、チャイナなパジャマに憧れてて、でちょうどね、なんかあのそういうのが出てたからさ、買った。さあもうちょっとでね、6月も終わっちゃう。早い。もうだって明日29、30、あと2日です。あと2日で6月が終わる。お風呂上がったぜよ。あ、一緒じゃん。私もお風呂上がったんですよ。ちょっとね、最近ちょっと 汗の関係なのか、ちょっとね、ちょっとここ痒いなっていうところがあるので、もう夏を感じますね、ほんと。まあ、今日はね、ちょっとだいぶゆっくりした日でした。あ、T シャツ買ったんだ、全鉄コンの。おソロだね。そう、インスタに写真載せたんだけどさ、そうちょっと遊びに行って愛媛観光しましたね。そう、久しぶりになんかゆっくり愛媛を観光できたなって思って、そう、何年ぶり、2、3年ぶりぐらいに二見シーサイド公園に行きました。そう、二見シーサイド公園行ってね、ソフトクリーム食べたよ。なんかいちごとルビーチョコ、ルビーチョコはいちごとルビーチョコ味のソフトクリーム、初恋ソフト、初恋ミックスソフトだったかな、名前忘れたんですけど、そう多分それだった。を食べて、その二見シーサイド公園というか道の駅二見で、そう、ルビーチョコってなんかまあどっちかちょっとフルーティーな味わい、まあベリー系な味がするんですけど、そう、そしてね、まあ、二見シーサイド公園以外にも久しぶりに行った場所や初めて行った場所もあるのでね、まあそれはいずれまたあげられたらいいなとは思っております。あ、こんばんは。配信一番で撮ってくれてありがとうございます。
うちの父さんが負けたと言っておりました。勝手に競争してごめんなさいねうちのお父さんが勝手に競争して申し訳ない。だいぶねちょっとそうマジお風呂上がりでもうねごめんなさいね本当に。暑い、でも暑いな。除湿じゃさすがに暑いのかしら。愛媛行ったら宇和島鯛めし食べるぞ。お、ぜひ食べてください。松山鯛めしも食べてほしいけどね、宇和島鯛めしも食べてほしい。もしかしたら、でも松山鯛めしは食べたことあるかもしれないからね、ちょっとわからないけど、もし食べたことなかったらね、そう、松山鯛めしと宇和島鯛めし違うからね、もし食べたことがなかったらですけど。違いはねだいぶあるんだけど、そう、松山鯛めしは炊き込みで、宇和島鯛めしはお刺身が乗ってるんですよ。全然違う。まあそうですね、松山と宇和島ってまあそもそも地名があって、まあ、地域もだいぶ離れてるんですけど、宇和島が南予地方、まあ南の方で、松山はまあ愛媛の中でも中心部、まああれだからね、県庁所在地だからね、そう両方食べたい、ぜひ両方食べてください。そう、松山鯛めしは炊き込み系で、宇和島鯛めしはあのまあご飯にお刺身乗ってて、まああと卵も乗ってるのかな、であとはまあおだしじゃないお醤油とかかけて食べる感じなんですけど、どうなんだろうか、宇和島鯛めしって家庭で出るのかな。これから2番になるようにします全然いいんですよ、全然いいんですよ。そう、お父さんがねなんかちょっと通知きなんかお知らせ見てなかったみたいな感じで言ってたからね、めっちゃ笑っちゃったんだけど。昼にカフェレストマーゼで食べたらもたれて夜に鯛めし食べられなかった。あー、それは無理だな。そう、結構カフェレストマーズさんに行った時はもう夜はもうあの夜はなくていいっていう気持ちでいるか、もう一番小さいキッズサイズにして他のところで食べるかっていうのがっていうもう選択肢しかないからね。ちょっとレギュラーじゃない、レディースサイズ以上を頼むと確実に食べられません。そう、ちょっと背中に汗をかきました。あとでねちょっとティッシュでちゃんと拭きたいと思います。そういえばね、あのゆりなちゃんのお母様から観音寺饅頭をいただいて、私はテンションがもう爆上がりしました。めっちゃ好きなの、ほんと観音寺饅頭が、マジで。何味になるの？カステラ饅頭みたいな感じで、ま、中に白あんが入ってるんですけど、それがねめっちゃ美味しいのよ。これパジャマです。ルームウェアとパジャマは私一緒だからさ。そう、これパジャマです。チャイナ系なの。ごめんね、なんか今日めっちゃこっちに寄ってるよね。あんま特に理由はないんだ。めっちゃなんかこっち寄ってた、びっくりした。
やっぱ白あんって美味しいよね。私あの粒あん好きだけど白あんも大好きで、こしあんも好きなんだけどね、もちろん。てかもうあんこがね好きだから、割とそう白あん好きです。冷やして食べると美味しいよ。そう、なんかねらしく、なんか冷やし、まあ要冷蔵なんだけど、冷やして食べたらもっと美味しいみたいな。なんか一回冷やして食べたと思うんだけど、なんかちょっと潰れかけだったからさ、なんかちょっとね、なんか潰れてたわけじゃないけど、ちょっと長い間さお菓子ポーチに入れてたから、ちょっとだけ薄くなってて、ああみたいな感じだったから、今度はそうじゃなくて、なんか普通に綺麗なまま食べたい。そう、ちょっとこんぐらいの厚さだとすると、こんぐらいの厚さだとするとちょっとこのぐらいになってて、あ、ちょっと薄くなってるみたいな。そう、賞味期限はね、まあ確かにそんなに長くはない、1週間ぐらいかな。まあ和菓子はねそんなに長くないですよね。そう、四角いんですよ。そう、いや本当に美味しい観音寺まんじゅう。大きさはまあこのぐらいかな。ちょっと今丸でしか、あ、これでいける？いやーちょっと難しい。まあこのぐらいかな。そう、いちご大福は白あん派です、私は。そう、白あんが一番好きだね、いちご大福は。でもあんまね、いちご大福は白あん以外食べたことないかもしんない。一回私が熱出した時にお母さんがなんかいちご大福買ってきたけど食べるっつって食べたら、チョコかこしあんでめっちゃびっくりしたっていう記憶はあるけど、多分チョコではなかったかな。でもほんとそれまで白あんしか食べたことなかったから、あ、別のあんこのいちご大福あるんだと思って、まあ私は白あんが一番好きだなってちょっと心の中で思って、そう、もう美味しかったんだけどね。そういえば前鉄コン見ててさ思ったけど、やっぱ推しサイリウムってさ、違う、推しサイリウムじゃない、推しカラーってやっぱ決めといたらすごい分かりやすいなって思いましたね。ただやっぱね、黄色と青って絶対誰かと被ってるんですよね。だからやっぱそうなると3色にしたらいいのかしらとか考えちゃうんだよね。はい、ということで、ちょっともうね時間もあれなんで、今日はここら辺で終わりにしますね。13位から読むよ。13位ヒデオさん、12位トリーデスさん、11位アルビンズランクさん、10位ルイちゃん、9位ロミツさん、8位マモさん、7位田所さん、6位夏目さん、5位プレジョンさん、4位アーティーさん、3位海指さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日は夜遅くだったんですけど、見てくださってありがとうございました。それじゃあまた明日、おやすみなさーい。みんなもう寝るんだよ。おやすみね。おやすみなさーい。